赤く千葉万葉が空を飛ぶ男を見たのは10歳になったある夏のことだった。万葉は私の祖母である。その頃祖母はまだ山陰地方の旧家である赤く千葉家に輿入れする前で、山出しの野蛮な娘であったため名字というものがなかった。ただの万葉と村では呼ばれていた。昔ながらの封建的な社会では、小説の一代目の人に近い、家の中ではとても発言権があるけれども外の社会のことは男性に任せるという地位が多かったです。それが小説にも出てきますけれども、高度経済成長の後男女雇用機会均等法と法律が変わったりしまして、どんどん変わって女性も社会に進出するようになりました。ただまた現在では経済がまたバブルが崩壊してだいぶ経ちますので、女性の側がまた元の家庭の中に入りたいと思っている人も一部いて、外で働いてやっていこうとする人と元の昔の女性の地位に戻りたいという人と二極化していると思います。私の祖母と母と私を少しモデルにしながらも少し自分自身とは世代の違う人を描こう、自分自身とは違う人たちを描こうという面もありました。なので、私の祖母は戦争が第二次世界大戦が終わった時に中国にいまして、私の母を連れて女と子供だけで日本までなんとか帰ってきたんですが、なかなか子供を連れて帰れない人やがたくさんいまして、それをうちの母も連れて来られなかったら中国で育って中国残留孤児になっていたという歴史があります。なので、私は祖母が日本に帰ってきたところから自分の歴史が始まっているというふうに解釈してまして、戦争が終わった後の日本の成長と復興を祖母の世代が担っていて、その後の高度経済成長からバブルにかけてを母の世代が知っていて、でそしてバブルが崩壊してからの世界を自分は生きているというふうに思っているので、そういった実感をこの小説の中で生かしています。そうですね、なんか多分この3代の女性のどこにも似ていない人たちが出てきていると思ってます。上の世代は1代目はとってもその戦争を知っていてとても強い、で2代目はとってもこう個性的なこうバブルに向かっていった人たちなので、やっぱり別の意味でパワフルな人たちで、3代目になるとその上の世代が強いからそれに押されているおとなしい人たちがいたと思うんですけれども、最近の20代の人と話すとそもそもそのバブルで景気が良かった頃とかを知らない、今の日本で生きてきたので、あんまりその上の世代に押されることもなく自分たちのこうマイペースにというか自分たちの好きなものとか文化とかを大事にしながら穏やかに暮らしている人たちが多いので、3代のどれとも違う4代目が出てきていると思います。